公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら、国内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさかこの分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルファ、大丈夫だよね。ああ、早く片付けて助け出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。こいつでどうだ。どうぞ下げろ。炎の前だ。私なら落とせるわ。ドンさらに次から次へと。ジェニファー。我が秩序のもとに生きることを許されし、全てのものに命ずる。我スルド、ガナベルト、ファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者や、企てが愚かなら、それを隠し通せると考えたも愚か。すべての棚は今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突き、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくるか、一つ試してみよう。そろそろ舌もほぐれてきたのではないか。何を話せばいい。
まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきたが、ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スレドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、親父。ロウ、こんなこと俺が。ロウ、俺は今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー、お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。
スルド・ガナベルト。マスター号の輝きは、これは…メネック…もう少し引っ張るつもりだったが…それはマスター号は…一体…おやじ！マスターコア同士の共鳴とはこれはしたり。ご苦労だった。下がれ。まさか、それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアのスルド、ガナベルド・ファルキリス。エナのスルドがガナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。ガラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルベン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな。反逆者どもめ。早く何度戦わずに脱出は無理よ。ゾー！アルペ。全力で行くぞ。交代。守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。うわ。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。
逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ。一刻も早く隠れ家に行こう。目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか？ああ、いる、いるよ。だから…ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺はお前に…おやじ…冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どの道スルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの敵を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。いいか、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びだ。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ家だ。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。
言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが固い、盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ、そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、硬いもんをぶち割るのは得意なんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。まあ今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけど、その機会ならすぐ来るさ。があったのに何も変わった様子がない。ジルファの言葉を聞いて誰も何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何かするなんてできっこねえよ。それに奴隷としての暮らしが長く続くと立ち上がるという考え自体が出てこなくなるんだ。カラグリアの人たちがそうだった。牙を抜かれて人頼みになった連中に何かを要求する資格なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。問題なさそうな相手だな。早くない？衝撃！炎への攻撃！炎への攻撃！マグナレイ！手がある！炎へ！上げろ！目を上げろ！上げろ！なさそうな相手だな。炎よ
言われてたのはあいつか。容赦しないわよ。炎よ、魔力を払う。終わりだ。やれるか。下げろ。先払う。この炎よ、終わりだ。動かない方がいいよ。行け。終わりよ。炎よ、決めて。これで終わりだ。蹴散らしてやら。悪くなかったわ。そうかもね。Thank you.
片付いたので行きましょう。ああ問題ない。カナベルトの野郎、くそ、敵があまり見当たらない。どういうこと？俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの黒塔だと思うよ。あれがスルドの館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて、あの男相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。スルドを甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。分かったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。それを想像できるほど俺はあんたと言葉を交わしてないのに。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。この奥にガナベルトがいるんだな。ロウ、道はわかるか？ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか？この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。
任せろ。同じ鶴戸の城といっても家様は全然違うな。主の好みはあるでしょう。レナらしいかどうか。こんなの作らされたのはタナ人。レナの好みなんて知らないからだ。さっさとガナベルトのいる最上階に行くぞ。守りの課題にトップ号を開け。今だよ。
重装ライバル役の前まだよ何だってここに止めどうにか倒せた。あるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え、これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ。興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。扉が開いたのか。昇降機の動かし方はわからないままよ。行ってみるしかないわね。やろう、こんな直ってやがる。やられぬ。やられぬ。あげろ。
怪我はなかった？餌にしてるって噂を聞いたことがある。こいつら、やめてよ。あのダナの武器が飾ってあった部屋が気になるの？ああ、特にあの黒い鎧がな。ダナのものであんな立派なもの初めて見た。ダナのなのは間違いないよ。ダナの、ダナだけの技術で作られた。ダナの文化の証。でも、ネナは300年の間、ずっとダナの文化を消し続けてきた。だからほとんど残ってないし、覚えてもいない。しかし、だとしたら何のために？戦利品か。過去に放棄して敗れたダナ人たちの、いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら、着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄、敗れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでも
あれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前、そういうのに興味あんのか。まあ。そろそろいいかしら。スルドがしびれを切らす前に行くわよ。問題なさそうな相手だな。うっかり、バラバラにしてやる。終わりだ。守りが固いな。突破口を切れ。あ、頼む。
片付けましょう。我が主じゃない。炎を巻き込め。やっと痛い。退けはしたが。締めていこう。これは？ハル？攻撃あるのに拘束する。ロー！戦争！ライザー！
みんな大丈夫か？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。やつはおかしな道具を使うんだ。
道具？レナの武器ってこと？多分な。奴の周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。死角がないってことか。ああ、だから俺が正面から奴の守りをぶち破る。はあ？守りが固いんでしょ？だからこそだ、俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。分かった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。